報道するラジオ、今週の特集テーマです。東芝赤字1兆円から見える日米関係。今日はノンフィクション作家の山岡淳一郎さんにお越しいただいております。山岡さん、あの、東芝って19万人もの方が働くはい、はいね、巨大な企業で、はい、で、見えてきたその赤字の額もですね、うん、1>, 1兆円って。うん 私もデカすぎて何が何だかよくわ <laughs> からない。ピンとこないわ、一兆円なんて思うんですけど、はい、今までの額でいうと、こんな大きな赤字って。ないですね。日立が一番大きかった。 赤字出したので7000億ぐらいでしたかね。うわ、はい、じゃあもう本当日本の製造業として過去最大の金額で1兆円という数字が言われてるんですけれども、はい、じゃあなんでこんな巨額の損失計上することになるのかというと、その経営危機の主な原因、うん、まあ、あの、よく伝えられているように、アメリカの原子力 原子炉メーカー原子炉メーカーカなんですか、はいあ。原子炉を作ってたメーカー。ーーカーね、これがウエスチングハウス。ウスはい、このウエスチングハウスという会社を2006年に買ったというところが大きなポイントだと。うん、掘ったんですね、です掘ったんですか。はい、で、あの、この間、東芝の社長さんが喋って反応を見てたら、はいはい やっぱりそのウエスティングハウスを買ったということについては、非常に問題のある判断だったと、言ってはるわけですね、ね非常に問題のある判断だと、今になったらそれを言うと、それはどういう問題のある判断だったのか、はい、なんで東芝はウエスティングハウスを買ったんですかまずですね、あの時に東芝が買った値段というのが、ですね、はい、54億ドル。 日本円でするとですね、大体当時のレートで6400億ぐらい。六千四百億、はい。まあ、このうちの77%の株を持つということでですね、うん、実際には5000億ぐらいでしょうか、東芝はまあ、当時で買うわけなんですけれども、はい、で、この相場というのがですね、その当時ウェスティングハウスがまあ、売りに出されたわけなんですけれども、 ウェスティング・ハウス持ってたのは、英国核燃料会社というですねイギリスの会社だったんでもうその当時、すでにイギリスの会社が持ってたんですね、このイギリスの会社がですね売り出すにあたってですね、売りたかったんですか、イギリスの会社も。なんていうんですかね、持ちかねてたというか、ですねもう手に余るというか、持て余してたというか、もう売りたいと思ってたんだ、イギリスの会社は。で、その時に英国核燃料会社がですね、大体このぐらいでというふうな。 想定価格みたいなのをちょっと出したんですが、それいくらだったんですか、18億ドルぐらいですね。って言うた日本円にすると2000億ぐらいです。えちょっと待ってくださいよ、相場は2000億円で、イギリスの親会社はこれで売れたらいいなと思っていたのに、東芝が買った額は、6400億円、3倍いうことですかここのところで、ですねなんでそんなに巨額の投資をしたのかと、まず東芝の側から言うとですね、 東芝は、まあ,あ、日本ではですね、原子炉メーカーとしてやってきたわけなんですけれども、うん、東芝が作ってきたあ原子炉というのはですね、沸騰水型というですね、型の原子炉でして、ウエスシングハウスではなくて、ジェネラルエレクトリック、 GE と組んでずっとその沸騰水型の原子炉を作ってきたわけです。福島で事故を起こした1号機も東芝と GE であれは作ったものなんですが沸騰水型ですよね。しかしそれだけ作ってるんでは国内で17機ぐらいの原発は作ったんだけども外には出ていいけなぞと海外に売りたいと海外に売るには沸騰水型では無理だは。 で世界の流れは加圧水型だから。加圧水型、はい。で、この加圧水型をウエッシングハウスというのはですね、100機ぐらいも作ってるわけですよ。<ー>世界の中でウエッシングハウスっていうのはもう加圧水型原子炉の、まあ、言ってみれば名手というかですね、えー、もう親分みたいな。で、この親分が売りに出たと。うん、だったら自分たちもそれを買ってですね。うん そうすれば、沸騰水と加圧水、両方のですね原子炉を持てるから、いよいよこれで世界マーケットに飛び出せるぞと、これがまあ東芝の思惑だったわけですねただでしょうん、その加圧水型の親分のような会社を、はい、ウエスティングハウスを、はいはい、イギリスの会社が先にまあ買ってたんでしょ、えー、そんなにいいウエスティングハウスやったら、なんでイギリスの会社を手放したいんですか。そうなんです すで既にですね、<う>確かに実績としてはね、100基を作りましたと。うん で全体の世界20%ぐらいのシェアも持ってますというのはあったんですが、実はウェスティング・ハウス自身は、ですねもう1970年代後半、80年代ぐらいから、ですねどん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 その原発部門というのはです、ね、なんでしぼんでたんでしかで一つはですね1979年にスリーマイル島の事故がありましたそうか、そうですね、はい、であの事故によって、ですね、はい、やっぱりアメリカ国内で、やっぱり原発が建てなくなってくるんです、ねうん、そゃ簡単に建てられないでしょう。うん、はい あれだけの事故が起きてですね、えー、はい、うちでどうぞっていうふうには、大体いいその住民の人たちはですね、ここに原発建てようというその立地の住民の人たちは反対するようになってくるんです。はい、これが一つ大きいのと、うん あと、あの、当時からですね、原発というのは、一つ作るためにですね、4000億も5000億もお金が必要だったわけですね。で、それをだけのお金を投じて、そして作りました。作ったら、長い間、それは30年、40年とですね、安定的に動かして、やっとそのお金を回収できるという、こういうですね、非常にロングスパンのビジネスモデルだったわけですねだから、40年は続けたいとか、いや、60年やとかいう話になるわけですかはいはい、はい、ものすごい巨大な投資だから、それを回収するのには、ものすごい時間がかかる。 はい、ということで、もうアメリカの,です、ね、その原子炉メーカーはです、ね、というよりも電力会社が原発はもう100基ぐらいは作ったけども、もうビジネスとして、今までみたいなうまみはまあない状況になってきたっていうのがアメリカだったんですね。はい で、まあ、これは先進諸国全部そうなっていくんですけれども、そういう状態でウェスティングハウスは、確かに最初はですね、どん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 火水型作ったんだけども、もう作れなくなってですね、で傾いていって、ウェスティングハウス自体が他のセクションも含めてですね、解体状態になって、英国核燃料会社に原子炉部門は関われてたと。こういう状態だったんです。 もうすでに、うん、まあ、ある意味の限界、ビジネスとしての限界、はい、ウエスティングハウスは見ていて、はい、そしてイギリスの会社が買っていた。はい、そしてそのイギリスの会社も好転けど、うん、もう手放したいわって言ってたのが2006年。ほんで、ま、2000億円ぐらいで売れたらええなって言ってたのに、うんはい、そこですよ。6400億円で東芝が買った。はいはい、それで、まだまだ儲かると東芝は、 見、<み>うん、見たというか、世界中の、え、このですね、値段がですね、54億ドルまで上がった背景っていうのはですね、ううすあのー、まあ、入札がですね、はい、2>, 2回、 最低でも2回は行われてるわけですね。一回で決まってるんじゃないんですかで1回提示するんですけれども、はい、いや、別のその日本の会社がそれに対してまた対抗して出てきてるから、もう1回やるとかっていうようなことをですね、え、国家燃料会社の方から言われて。ライバルとして言われたその相手相手はどこなの三菱重工。はあ。で もともと三菱重工は、ウエスティングハウスと一緒にずっと長い間くっついてですね、加圧水型の原子炉を作ってきたんです、ね。もともとやってたええ、ね。だからここ大阪は関西電力ですよね。はい、関西電力の原発というのは、全部ですね、三菱ウエスティングハウスで作ってきたものなんです。 で、こういう形でやってきたので、三菱としてはですね、今まで自分たちはもう何十年と一緒じゃないかと。なるほど。今更これを引き離されるのかと。パートナーとしてやってきたのに引き離されるのかという思いが。ですよね。なんかこう、見下り犯をつけ続けられそうになった親父がですね、亭主が一生懸命、またこそれまでもう別れてもいいかと思ってたんけど、急になんかあの、もったいなく思えるって人間関係ありますね。あんな感じ。かもしれないですね。で、三菱もまあ、本気で少し出てきたっていうことでやってる間に、 まあ54億ドルというです、ね、相場の3倍の値段になってしまいあっちがこんだけつけえなねっうちもうちょっと上行きますはい,、はい、いや、それやったら上って、どん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 、<で>だけど、えー、ヒートアップするにもほどがある、うん、そうですね,ですね金額じゃないで,すかで結局です、ね、その背景には、時の状況としてです、ね、こ先ほどから東芝の話をずっとやってますが、うん、一方で、日米政府両方がです、ね、一生懸命このです、ね、原子力ルネッサンス あるいはさっきちょっと申し上げましたが原子力立国計画なんていうのをですねそれぞれがこしらえてですね原,子力原発をどん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 作ろうという,こう雰囲気作りをしてたんですね、その時って2005年、6年,あた,り、ね、6年あたりは日本政府もアメリカ政府も原子力まだまだもっといけるぞというそういう雰囲気を出していた。はい、まずは アメリカですかえまずアメリカですね。アメリカがですね。ま、あの頃って、2006年って、あの、私、覚えているのは、イナバウアーの時なんです。あ思わずのっておん今、思わず、思わず山岡さんイナバウアーしてありましたけど、そう、あ、あの頃ですよ。あの頃って、原子力もう一度っていう動きだったんですか。アメリカは、え、ブッシュブッシュ政権ですね。ブッシュ政権っていうのはですね、 ブッシュさんっていうのは元々、もともと息子のほう、ね、はい、あの石油関係のところでんですキサスの、えー、なんか、石油関係。開発やなんかずっとやってた、はいで、エネルギー問題には彼は、もともとそういう意味では自分の専門分野なんで、非常に突っ込みたい部分はあったんですが、<ー>え2001年には9.11が起きて、ですね、はい、もうそれどころじゃなくなるんですけれども、うん、4年経って2005年に、ですね彼はあ包括エネルギー政策法というですね、 アメリカの中のそのエネルギー政策を全部束ねたような、そういう法律を作るんです。はい、で、その法律の中で、まあ、いろんなことがあるんですが、原発に関して言うとですね、うん、政府が原発を新しく作るために、電力会社に、えー、債務保障をしますと。債務保障って、借金しても、はい、あの、国が肩代わりしてるから安心しやって意味ですよねそう,そ,うそ,うそういうことです、そういうことです。 え原発を。原発作るんだったらと。<laughs> 電力会社が作るんだったら、借金しても大丈夫。いざとなったら、ええ、肩代わりって、さやけど言うたら、アメリカの方たちの税金ってということですね。へそんな法律を作ったんですか、ええ、8割から9割ぐらいですね、するような、そういうふうなところもある。えー、いや、すいません、あの、ブッシュさんは、石油の業界と結びつきが濃いっていうのは聞きましたけど、ええええ、石油と原子力は、うん 言ったら、相反するもんじゃないですか。というふうにみんな考えがちなんです、決してそうではなくて、はい、まあ一つは、その原子力っていうのは、ですねもう一つの視点として、やっぱり軍産複合体っていうのが、あの頃ろ、武士政権支えてました。あ ネオコンとか言われてた、あの政権ですね、はい、軍需産業。ええ、軍隊ともうビジネスがもう密接に一緒になってる。で、まさにウエスティングハウスっていうのは、原子炉も作ってますが、一方ではやはりその核兵器用のですね。えー、いろんなその素材であったりとかですね、そういったものもやはり。えーえー、昔から提供してきたわけです。すいません、原子力って平和利用っていう言葉が、あの戦後の。平和利用っていう言葉が、ずっと私なんかも三点一一までこびりついていたから、そ、ええはいはいうんなその。 核兵器に関わる技術を持っているところが原子炉を作るっていうのが、全然自分ではピンとこないんですけど、アメリカだったら、そうですね、もともとウェスティングハウスがですねこの原子炉を作ったのは、あ潜水艦のですね原子炉の駆動の部分、動く部分ですね、<ー>ここをこしらえたのが最初の原子炉で、それを民間の原発に転用して、そして加圧水型の原子炉を作ってきた 核兵器から民政に転用した、はい、そういう技術の会社なんですね、えーえー、で,すねですので、<ー>当時のブッシュ政権としては、軍産、要するに軍需産業のところをです、ね、なんとかあ力づけたいっていうのは、基本的にあるわけです<ー>あチェーニーさんとか副大統領で、ェーーでなラムズフェルドとか思い出しました、ネオンコンで、軍隊と一緒になって、ね、軍需産業でって言われてた。はい そういう中にウェスティッシングハウスという会社も、一つのつながりがあるわけですねもう一つは、やはりその石油業界もです、ね、あるいはその原子力の世界もです、ね、例えばその原子力核燃料の製品をこしらえるような分野ではですね。はい りお,お互いこう乗り入れてるようなそういうような世界があったりとか<ー>あるいはお金のつながりはやはりその後ろでですね全部つながってたりとか、ね。つながってる、えー、というようなこともあってあの頃原子力ルネッサンスっていうふうにやって。 あの原子力ルネッサンスという言葉は確かにありましたね、うん、思い出しましたあの時私が考えていたイメージはいわゆるその火力発電していると石油燃やしてしまう、うんはい、でそうすると、えー、二酸化炭素が増えるんですよねで、えー、と地球は温暖化するこのままではえらいことになるせやか 原子力発電がいいんだという話で、うんはい、原子力ルネサンスっていうのがやってきていたように、えー、そうですね、うん、それが非常に美しいストーリーとして、耳障り良かったですよねルネサンスっていうのは、復興とか再生だから、うんねえー、今までちょっと、あのー、まあ言ったら、落ち目になっているもんで、えー、もう一回花開くんだっていうイメージの言葉ですよね。 でそれでこうアメリカ側がまず煽り始めたと、<ー> CO2 も減るし、クリーンだしってなことでやり始めた、でこれに対して、一番素早く素直に反応したのが、日本の経済産業省、資源エネルギー庁です。えー なんでそんな素早く反応しちゃうんですかでその、えー、中心人物の一人がですね、さっきちょっと冒頭で申し上げましたが、はい、柳瀬忠夫さんというですね。柳瀬忠夫さんってどんなお仕事の役割の方ですか 今はですね、経済産業省の産業政策局長さんですか、ね、それ相当偉い人みたいな方が、うん、次の事務次官候補の中に入ってる、えー。え事務次官言うたらその省庁の一番上ですよね。いやいやトップですね。トップですよね。はい、に行くかもしれないぐらいの位置に今もいらっしゃるんですかいらっしゃいます、いらっしゃいます。で、その人が、うん、えっと、 課長さんだった頃に。原子力政策を。作るわけですね。強い推進する政策を。はい。で、これがまさにですね、つけもつけたりのタイトルなんですけれども、原子力立国計画。えそんなったんですかいや、あの、経済立国とか貿易立国っていうのはよく日本言いますよね。だけど、原子力立国政策計画 いや原子力で国を,国を建てるとで、具体的に言うと、ですね、はい、例えば2030年頃にはです、ね、もう原子力が発電の割合のです、ね、40%、あるいは50%ぐらいいくんだっていうような、こういう方向を示して、ですね<ー>そのためには柔軟剤、大急ぎで作らなければいけないと。 アメリカが30機だったら日本は半分の15機とかですね、はあ、そんなような、まあ、かなりもうアメリカに同調したような計画を立てたわけです彼は、はあ、すいませんそれは柳瀬さんって方は本気でそれが日本の、まあ、立国というか日本の将来のためにいいんだと思ってお作りになったんでしょうねうなんですよで具体的に言いますとね原子力愛というですね 原子力業界の月刊誌があるんです。はい、原子力の村の人たちが一生懸命読む雑誌があるんですが、はい、これの2008、えーえー、2005年の8月号でですね、こういうふうに彼は言ってるんですね。原子力の世界で日本単独でというのはなかなか困難です。そういう意味では、単純な民間ビジネスと原子力はかなり違いがありますから、戦略的に取り組むという意味でも、 日米連合で進めることは日本として大変大きい意味があることだと思っています日米連合、はい <laughs> えー、どういうイメージなんですかで要するにあの、原子力産業をです、ね、日米一体化していこうと、<ー>こういう大きな狙いが、あ,あの当時のお原子力政策を担当している人たちの中にもあります。 でその中の一つがですね、はい、東芝とウェスティングハウスが一、うん、つになっていくというかですね、東芝と、東芝がウェスティングハウスを買うことによってですね、はいえー、両者が一体になってですね、例えば他の国への原発輸出をやりましょうだとか、はあ その当時、えー、次にたくさん原発を作るだろうと言われてたのが、中国であったりとか、ですねインドであったり、えー、あるいは中央アジアのカザフスタンですね、こういったところにも東芝ウェッシングハウスのコンビで、えー、どんどん入っていけばいいんじゃないかとかですね。 あるいは中東もどうだとか、まあ、こういうふうな形で、その東芝ウェスティングハウスのこのパッケージでもってです、ね、あちこちにどんどん作っていこうと、こういう,ということは、うん、今、それこそ東芝の社長さんが、はい、あのウェスティングハウスを買ったことは、非常に問題のある決断だった、うん、判断だったんだと言ってありますが、その問題というのは、ええ、ある意味、当時の日本の国策、ええ、その原子力立国だって言ってた経済産業省のその方向性があって、ええうん なの判断,判断<ー>じゃなければ、あんな大きな買収はできないです。6400円も、いや、400円じゃ四百億、6400億,億円も出して、買うというのは、ですうん、アメリカでは、うん、その、 原発を建てる電力会社の借金をうちが見たるでと国が言ってる、ね、日本では国ももうこれからどんどん行くんだ、アメリカと一緒に原発作ってやっていくんだって言ってる、ここうういうことですそうですね、その、まあ、言ってみれば、風に乗っかって、ですね東芝はわーっとこうとしたでせやけど、乗っからんでもよろし <laughs>、はいやんでもありますよね。はい その乗っかっちゃったというか乗っからずらえないのか、うん、その、この辺ってどんな感じなんですか、はい、その経済産業省と東芝の関係これは、まあ、あの、直接本人から聞いたわけではないですけれども、やはりその経済産業省の官僚の人たちはですね、東芝に早く帰さあ買えというですね、どん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 ,どんもう買い帰帰とこう、料を叩いてたというふうな伝わり方もしてきています。うわー じゃあ、まあまビジネス感覚がそこら辺ちょっとずれてしまう可能性はあるかもしれませんね、ね国がそういうふうに保証していると見ますわね、その時ね、それだけのことを言,、うん、こう言っていくってなったら、うん、政治家、うん 関与なしにね、<あ>そんなことしてないんですかです、ね、まあこれはやはり官僚がいくらですね、はい、やっていったとしても、やっぱり大きな政治の決断していくのは、えー、やっぱり政治家は絡んでこなければなりません。えーえー、で、当時ですね、ちょうどあの、ウェッシングハウスが買収するのは2006年の10月ぐらいに一応買収の手続きが全部終わるのかなそのぐらいだと思いますが、うんうん、その時に2006年の9月にですね、経済産業大臣に就任したのが甘利明さんです。ああ あまりあきらさんは、はい、あの、いわゆる電力、 業界非常に深い方だとずっといわれてはそうですね、まり、あ、さん、例えばです、ねうん、東京電力がです、ね、政治家にこう献金するんですけれども、政治家のこの重要度でランキングをつけてるわけですよあいわゆる電力業界としては、誰にこう困った時き、言いに行ったりしたらいいのかっていう。横綱、大関になんとかみたいな感じで,です、ね、こうランキング付けしてるんだけれども、その一番上のです、ね、5人ぐらいの中に、えー、麻生太郎 太、はい、そしてその次、甘利さんとかですね、石破茂さんとか、こういうのが当時、<ー>えー、2010年頃までのです、ね、ランキングの中に入ってた五人横綱時代ですね、そうですね <laughs> <ー>でこの中でも特に甘利さんは、電力属議員として、ですね、うん、その電力業界のことを官僚の方に例えば。 強く伝える。で、官僚から、いや、こう、こう、こういうふうにしたいんですっていうことを電力業界の方に、いや、国としてはこうやりたいんだっていうふうにこう、示す。うん、そういうふうな立場でやっておられたですね。うんうん なるほど。うん、あの、あとね、お役所の中でね、うん、今の経済産業省ですごく実力のある方でって、よく名前聞く。<あ>今井さんのお名前、はいはい、政治の評論家の方からもよく聞くんですが、この方なんか、これはあの柳瀬さんのですね、まあ言ってみれば直接のですね、えー、上司クラスの人ですね。 でえー、今井さんっていうのはですね、もともとその、おじさんがあの新日鉄の今井圭さんですね、あの会長、今井はい、高橋さん、はい。 で、まあ、言ってみれば、今井一族としてですね、新日鉄も当然原発に関してはですね、はい、大推進グループの一つですし、はい、今井さん経済界のもう大重鎮ですよね。で,ね今,井で今井さん、おいっ子さんの今井さんは経済産業省で、えー、とにかく原発政策はですね、推進だっていうことを、柳崎さんなんかを引きながらこうやったと。で、今井さん自身は、今井、高谷さん自身は、今、現在、安倍総理大臣のです、ね 首相補佐官の中でももう筆頭中の筆頭、ね、安倍総理にいろんな、はい、そ,のその時々、いろんなアドバイスをなさる立場どう考えてもいい方ですかです、ね、い,やい,いですね、もうある意味でもあ、経済政策、経済産業政策だけではなくて、うん、外交もです、ね、経済産業も、<ー>もうほぼ彼が今動かしてるんじゃないかっていう。 ふうわねじゃあ、その2004年、うん、5年、6年あたりから、はい、そして今に至るまで、はい、すごくその日本のエネルギー政策も含め、はい、いろんな意味でリードしてきた人、今もリードしつつあるという状況で、私たちはこの2017年を迎えているんですか、うんいいですね。で、東芝がこうやって破綻しかけてるというですね。すいませんそれやったらあの ねうん、東芝の社長さん、もし私が社長さんやったらって言ったらおかしいけど、<laughs> どないしてくれんねん、国かって、ああいうたえないかって言いたくなりまますよね、うん、本当のとこ、うん、だけどそこは、まうん、一切だから、彼らは、これは今のところはこう距離を置いて見てますけれども、距離を置いて見てますけれども、ともちろん裏ではいろんな相談がいってるはずですよ。 そううでしょうね。もちろん政治家のところにも、えー、経済産業省にも。で、その相談で、どんなふうになっていくのであろうかというあたりをですね、じゃあ,あの、いったコマーシャルを挟んでお話しください。 報道するラジオ、今日のテーマは、東芝赤字1兆円から見える日米関係、ノンフィクション作家の山岡淳一郎さんに伺っております。山岡さん、この番組はもう多くのリスナーの方からどんどん質問が来る、はい、ああの番組でして、<ら>早速山岡さんのお話を聞いてですね、はい、皆さんがくださいました。はい、例えばラジオネームたぬきワンワンさんっていう方はですね、うん、この東芝のウェスティングハウスの買収っていうのは、2006年当時の第一次安倍政権の時ですよね。 ということは安倍総理と甘利さん、うん、今お話し出ました、うん、経済産業省大臣の意向で行われていることであるから、彼らにも責任ってあるんじゃないんですか、うん、って聞いてらっしゃるすなるほど、あのーまあ、この東芝の買収自体はですね、2005年からまあ動き出すんですね、うんで、当時は小泉さんですね、小泉,小泉政権からあ第一次安倍政権に、こうちょうど変わるところにオーバーラップして、 かかってると。はい、で、そういう意味では、小泉さんもですね、まあ、彼自身はこのことにどこまで、その、突っ込んでいったかわかりませんが、うん、例えば、小泉政権の時の官房長官を務められたのがですね、えー、私の記憶では、あの、細田博之さんがやっておられたと思うんですが、はいはい、細田さんはですね、もともとは通産官僚出身ですね。あの子、あの方もお、この原子力政策、原発政策に関しては詳しい方。当然、推進派ですね。 そして、えー、その後受け継いだ第一次安倍政権の甘利さん、そして安倍さんに関して言うと、ですね、うん、安倍さん本人が原発に対してどこまでそのコミットしておられたかっていうのは、ちょっとそこのところは分かりませんが、ただ、第二次安倍政権になってからの安倍さんの、ですね例えばトルコだとか、 ああ、イン、インドだとかですね、えー、いろんなところに原発輸出を、自ら飛んでいっておますね。はいはい、ということは、彼の中にはやっぱり原発をなんとかこう、その経産省の路線に沿ってですね、売り込んでいきたい、推進したいっていう思いは、2006年当時からおそらくあっただろうなと。 でもう一つ言うと、安倍さんのお兄さんは確か三菱商事かなんかにおられたと思うんですが、やはりまあそういう意味では三菱、三菱重工、三菱商事というようなですね世界とまんざらそれは知らない中ではないだろうなと。 いうふうに思いますね。う井、うん、原サイモンさんっていうラジオネームの方は、他の原発メーカーの事業はうまくいってるんですかて、はい、聞いてらっしゃいますかあ,あのですね、あのー、世界的なメーカーでいうと、アレバというのがですね、フランスにあります。はい、で、このアレバというメーカーはですね、2014年の12月にですね、えー、これまた7000億円ぐらいの大赤字をですね、何期か連続して、ついに7000億ぐらいの大赤字を出してですね、はい、事実上破綻したんです。ええー、事実上。はぁ、あ。 しかし、フランス政府がですね、これは、その、破綻させちゃいかんと。で、フランスはものすごい、その、原発立国です。はい、それこそ。原発で、はい、えー、電力の60%、70%近く賄ったりなんかしてる国なもんですから、あればをなんとか生き延びさせようということでですね、フランスので、えー、国策の電力会社があります。EDF っていう会社があるんですが、うん、ここの傘下にですね、その、あればを、 今入れてるんですよ。ところが EDF 自身がですね、これはたくさん原発を持ってる電力会社なんですが、日本から入れた原子炉部品がですね、故障をして、そして原発が動かなくなってですね、発電量が減ってですね、経営がだんだん厳しくなってるって、こういうふうな状況も起ってる。 なので、あれば自身はですね、ものすごく自分本体で立とうとして失敗して、今、EDF という電力会社の下に入ってるんだけれども、なかなかうまくいかなくてですね、それでも潰すわけにはいかないので、国がそれこそ税金をどん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 投入して持たせていく。じゃあ、東芝の場合はどうなるのか、1兆円もの赤字。うんうん、はいはい普通の企業やったら潰れますよ、ね、いや、潰れますね。ええ <で>日本政府は、うん、あるいはアメリカは、どう考えてますか、うんね、でここからが、ですね、はい、これからぜひ皆さんにも、日米政府がこの東芝の問題どう絡んでくるかっていうのは、ご覧いただきたいなと思うんですけれども、うんはい、現時点でですねあのウェッシングハウスというのに、米国のですね連邦破産法11条っていうのを適用しまして、一応、日本でいうところの民事再生の形になります。はい 一応裁判所の管理下に置かれて、その代わりずっと経営してきた人たちがですね、自分たちで再建計画をこしらえて、4ヶ月ぐらい以内だったかな、再建計画をこしらえて、はい、そ,れその再建計画が認められたらですね、そのままやっていきましょうと。まあこういう枠組みに入ってるんですが、 ウェッシングハウスがですね、ただでさえもう大変なお,お赤字抱えてですね、もうアップアップいってるところで、果たしてその再建計画がうまくまとまるかどうかなんです。再建者たちがあ認めるような再建計画ができるかどうかわからない。これが揉めてる間にですね、ますます今手がけている4基の原発がアメリカにはあるんですけれども、うん、これの工事がですね、またさらに遅れていくということになるとですね、発注した電力会社はもうこれは 原発を作れないような状態になる可能性があるんですね、はあ、でそうなった場合、そうなった場合に、<い>その付けっていうのが、ですねアメリカ政府に回っていくわけです。はあさっきあの、債務保証をやるって、えーはい、ちょっと言いましたでし、ねはい、したすね、アメ,ねアメリカの、はいで、このアメリカ政府が9500億円ぐらいのですね、うん、債務保証をしなければいけないっていう義務を背負わされるわけです。えー、億円、うん、はい まあそれはアメリカの人たちの税金でやりはるんですよね。ということだと、普通は思いますが、これをそうなるとなると、アメリカは、いやいや、ちょっと待てよと、うん、日本の経済産業省、東芝はお前さんところの国の会社じゃないかと、うん、はい、それとウェッシングハウスはうちだけれども、子会社だと、こっちは、親会社の国のほうとして、これ、黙ってんのかと。 はあ、ちょっとちょっと来なさい来なさいっていうので、世耕さんがですね、3月の十何日間にですね。あ、これだけありましたよね、はいはい、アメリカで。そその時ね、うん、確かね、うん、アメリカの、そのエネルギーのエネルギー賞ですね。ね、あの、トップの一つ、長官と会張って、で、なんか言われてはりましたよね。 えっと、財政的な安定性はアメリカにとって重要だ。これ東芝のことですね。財政的に安定さすとかな、あきませんだ。それアメリカにとって重要だって。で、私これは、どういう意味なんやろなんでアメリカにとって重要なんやと思ったんですアメリカにとってはですね、あの、東芝は潰したくないわけですね。なんで 潰したくない。それはまあ、ウェスティングハウスを生かしたいっていうのがもちろん前提にあるんだけれども、<ー>これはまあ、一応ですね、えー、破綻した形で離れる形にはなるんだけれども、ウェスティングハウスは守りたい。で、どうして投資は潰せられないか、はい、潰すことはできないかというと、一つは、ウェスティングハウスにしろ、GE にしろですね、原子力、原発のですね、コアになる技術っていうのは彼らが持ってるわけですよ。 でも買収したじゃないですか、<ば>買,買収したところでですね、はい、コアになっている技術は、がっちり彼らが持っているので、えー、実際にですね、<ー>そこの、ライセンスであったりとかですね、はい、あるいはパテントであったりっていうのは、彼らのところにぐっとこう囲われている。 で、そうすると、日本の原子炉メーカーの東芝とか日立とか水菱っていうのはですね、はい、結局その技術に基づいたところで手足となってですね、えー、原発をこしらえる。そういう係。そ,うそれは係っていう <laughs> それが全体アメリカのね、その原子力戦略というのは、はい、頭脳はあく,あくまでアメリカよと。アメリカが全部持ってるよ。全部日本には渡さないよ。はい、だけど、作り続けるメーカーとしての大変な、はい、それも、うん 予選も輸出するとか、そういうリスクは全部あんたらが追えよという,いうことですよねこ,ことですか。はい、基本的にはそういう枠組みなんです。はで、彼らはそのアメリカの視点から言うとですね、はい、じゃあ、日本でその大変なことがあろうが、とにかく東芝は東芝でやってくださいよと、三菱、うん、三菱、ひたしはひやってくれよと。うん、で、その時に、えー、基本的にです、ね、その原子力政策というのは、うん、アメリカの核戦略ともまた密接に結びついてるわけです。 核戦略、はいはい、それは軍事の話ですね。核兵器の話で、すねアメリカのですね基本的な核戦略というのは、<う>核不拡散条約という条約があります、これ、NPT というふうに、皆さん耳に入ってるかと思うんですが、うんはい、この NPT というのはですね、基本的な枠組みというのは、五大戦勝国、米国、英国、フランス、中国、ロシア、この5つがですね、うん、第二次世界大戦にた勝ったこの5つの国が、 核兵器は持ちましょうと。うん、他には持たさないよと。はい、その代わり NPT 条約に入ってくれた核兵器を持たない国には原発をお作りしますよと。うん、これの中心になっているのはあくまでもアメリカなだ,だという、はい、そういう世界戦略なんです、ね、そ,うそういう世界戦略だからこれを守るためには、アメリカが中心的に原発も提供できるような力を持ってなきゃいけないわけです。は,ぁはぁ そうすると、ウェスシング・ハウスと GE というそのコアの技術だけ持ってるだけではなくて、手足となって動く係が必要なわけですうわー、それが日本ですね。そんなん、あのすみません、しんどいから抜けますって言えないんですか。これがね、足抜けがなかなかできないらしいんですよなんでできないんだろう。で、一、はあ、番は日本の政治の構造ですよね。 もう原発に象徴されているように、あるいはもっと言えば、例えば、あの国の安全保障を見ても、もっとわかると思いますけれども、はい、例えばですね、2006年に、この原子力産業が日米一帯からどんどん進んでたとさっき言いましたが、この時期にですね、例えばあー、沖縄のですね、アメリカ軍の海兵隊のグアム移転だとかですね、辺野古の基地の,あの移転問題とかですね、はい、全部この2006年頃に、 ほぼ同時期に進行しているわけですでこういった日米一体化っていうのは日本側から言うとですね、はい、いや,いや運命共同体でねアメリカと一緒にやっていくんだっていうふうにこう日本の政治家は言うんだけども、うん、現実は新しい形の対米従属なわけですよ。うん アメリカ、アメリカがやっているその戦略の中に日本が入っていくことで日米一体化っていうことがあるけれども、じゃあ逆に,に日本がやろうとしていることの中にアメリカが入ってくるかってそうではないわけですいつも頭脳はアメリカで,で日本は手足でリスクを背負うっていう構図ですよね。で,ねはい、で,で、今回アメリカの高官が、うん、あの言ってる言葉で、うん、これもすごく私びっくりしたんですけど、うん、東芝の問題で、うん、こう言ってますアメリカの高官、うんはい、安保上。 問題になるかも、はいはい、これは今おっしゃってるような。そういうことですね。安全保障の問題と絡んでくるだろうと。これは NPT の問題であったりとかですね、あるいは日米原子力協定っていうのがあります。これは2018年来年改定される予定になってるんですが、はい、この日米原子力協定の中でですね、いわゆる日本の核燃料サイクル。 に必要な技術二つありますがウランの濃縮技術と使用済み核燃料を再処理してですねプルトニウムを取り出すってこの二つの技術この技術を日米原子力協定の中で長い間日本はアメリカから担保されてきてですねそれで核兵器を持ってない国の中では唯一と言っているぐらいこの二つの核技術をですね日本は持ってきたんだけれどもこれをアメリカ側は 来年のですね日米原子力協定の時にどういうふうに変えていくか、日本がちゃんと、うん、お自分たちの言うことを聞かないと、えー、再処理、これはもう認めないで、極端なことを言えばですね、そういうふうな出方になるかもしれないし、うん、あそれだったらいいですよっていうふうに拒めばそれで、えー、一つの結論は出るんですが、日本の今の政治家たちがですね、うん、そういうふうなあアメリカからの出方に対して、えー、ビビらずにですね、 ちゃんといけるるかかか自立的な選択ができるかどうその相手がトランプさんになっているという状況え今日、番組最後まで山岡純一郎さんどうぞよろしくお願いします、はい。 報道するラジオ、今日はノンフィクション作家の山岡淳一郎さんにお話を伺っております。えー、モンブランさんという方がですね、はい、こんなふうにくださいました。原子力ルネッサンス、原子力立国計画って話、非常に恐ろしい言葉だなって感じました。うんうん、えー、あの震災を経験して、原発の恐ろしさを知る日本はいつまで原発にしがみつくんですかね、はい、というご意見いただいたんですが、はい、山岡さん、経産省はこの東芝問題どうしようと。 三菱と日立のですねそれぞれの原子力部門をですね1つにしてですね日の丸原子力会社を作ろうというようなこういうふうな目論見みも動いてまして原子力部門3社統合、はい、で実際に、えー、核燃料部門はですねもう統合する話が決まってまして、えー、本来だったらこの春にもですね3社の核燃料統合会社ができる予定だったんですがそれ、うまくいくと多分いかないですね。 おそらくこれ3社ともですねその技術も企業風土も何も全部違いますし、はい、もう恐るべき縦割りのでですねね寄せ集め会社になるでしょう、ね、ノンフィクション作家、山岡純一郎さん「デモクラシー・タイムズ」でインターネットでも聞くことができます。